はい、皆さんお疲れ様です。 SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方はチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いします。それでは始めましょう。いやー、やっと出てきましたか。いや、やっとですよ、やっと。皆さんね、何がやっとって、もうこれついにですよ、このね、 WBC フェザー級、これフェザー級が、正規王者と暫定王者がいるんですよね。これ、まあ、正規チャンピオンが、レイ・バルガスね。この男はちょっと俺、嫌いなんですよ。ふざけてるんですよ。このレイ・バルガスっていうのは、このフェザー級を止めたまま、まあ、チャンピオンを保持しながらスーパーフェザー級に挑戦して、まあ、そしてかっこ悪いことに、まあ、スーパーフェザー級、オシャキー・フォスターに負けて、結局フェザー級戻ってきたんですよ。そこでしばらく試合やんないまま、WBC フェザー級はレイ・バルガスが止めてたため暫定を立てたんですよね。そしてこの暫定王座決定戦で、このブランドン・フィゲロアとマーク・マゴセオで、まあ暫定王座決定戦を行い、ブランドン・フィゲロアが、WBC フェザー級暫定チャンピオンとなりました。そこでね、しばらくずーっと止まってたんですよ。これなかなか進まないで、いや、これいつやるんだよってずっと思ってたんですよね。これも全部レイ・バルガスが悪いんですよ。これもうレイ・バルガスね、まあナバレッテとかもそうだったんですけど、フェザー級を残したままスーパーフェザー級に挑戦して、そしてまあ負けて帰ってきたフェザー級に。いや、これがね、一部の情報によると、11月に行われるということですね。この、正規王者決定戦というか、まあ、統一戦ですね。正規王者のレイ・バルガスと暫定王者のブランドン・フィゲロアで、ついに統一戦が行われます。やっとここでチャンピオンが、一人になります。いや、これはね、もうね、全力でフィゲロアを応援したいと思います。これ、そろそろ発表あるんじゃないですかね。もういくつものボクシングマニアとか取り上げられてるんで、そろそろ本発表があると思います。一応今の段階では、まだこれ本発表ではありません。まあもうこれ時期発表あると思いますよ。これは、どちらが勝つかという、まあ正直言って、まあこれ好き嫌い関係なし、どちらも強い選手ですよね。レイ・バルガスとフィゲロア。レイ・バルガスの方が現在、36勝1敗ですね。36勝のうち 22KO。 そして直近では、だからあのスーパーフェザー級に挑戦した試合、オシャキー・フォスターに判定で負けてますね。だからオシャキー・フォスターに挑戦する前はもう全勝だったんですよね。無敗だったんですよ。まあマーク・マグサヨにも勝って、まあ亀戸智樹選手にも勝ってますよね。レイ・バルガスは、レイ・バルガスは身長が172センチで、リーチが179センチとなっております。ただね、ウィキペディアの方では身長が179とか出てんですよね。一体これはどうなのでしょうか。まあそしてメキシコの選手ですね。対して暫定チャンピオンのブランドン・フィゲロアの方が24勝1敗1分け、24勝のうち 18KO ですね。年齢はですね、レイバルが32歳か。フィゲロアが26歳、若いですね。フィゲロアの方が、身長173センチ。だが、リーチが184センチ。まあ、体でかいんですよね。身長はそんなでもないんですけど。だから、全体的にでかいですよね、この二人。フィゲロアはアメリカ人。アメリカ人なんですが、確かこれメキシコ系ですね。メキシコ系アメリカ人だったと思います。なので、この二人は、まあ試合するとしたら、だから、まあメキシカンですね。まあカリフォルニアか、やはり、テキサス州あたりで試合やるんじゃないですかね。まあレイ・バルガスがメキシコ人で、フィギュアロアがメキシコ系アメリカ人なんで、メキシコ系意味の多いアメリカの、こういった地区で試合やれば、客埋まりますね、全然。これフィギュアロアの方の、まあ、直近が、マーク・マグサヨなんですよね。その前は、カストロ。
そしてフルトンに僅差の僅差で負けてるんですよね。ただルイス・ネリーを粉砕してますね。いやだからフィゲロアの方がね、強い選手を倒してるんですよね。まあ経験、まあまあ経験豊富というか、まあ戦った数はフィゲロアの方が少ないんですけど、まあ強い選手にしっかり勝ってますよね、フィゲロアの方が。いやーこの試合はね、もうどっちが勝つかわからないんですよね。まあ、はっきり言ってどっちも強いですよね。これでレイバルガスが勝ってしまうともう本当にちょっと冷めてしまいますよね。今、フェザー級はね、結構ね、顔役が多いんですよ。これから盛り上がる階級ですよね。井上尚弥選手も、だからフェザー級に、まあ、時期来るでしょう。なのでね、これレイバルガスなんかがね、残ってしまうとちょっとね、盛り上がりに欠ける部分があるんですよ。だからどうしてもね、これフィゲロアに勝ってもらいたいですよね。この二人はプロモーターはどうなってる ?PBC ですかね、うん、日本での方、生中継はちょっと期待難しいんですかね。もしかしたらワウワウが頑張ってくれるかもしれませんね。まあ日本での需要が見込める試合はワウワウで放送するんですよね。なんというかこの二人なんか、なんというか需要、日本での需要っていうのがあるかないか、ちょっとギリギリの際どい線を言ってますよね。ちょっとワウワウの方ね、頑張ってほしいですよね。まあ、フェザー級というのはね、まあ結構ね、最近、まあ、アベレイヤさん、筆頭に、まあ、堤選手など、まあ、亀田選手とか、世界を狙えそうな日本人というのが出てきましたよね。そして、井上尚弥選手も、フェザー級来ますよね。なので、これちょっとね、どうしてもフィゲロアに勝ってほしいところですよね。フィゲロアが勝つと結構、盛り上がりますよね。だフェザー級は統一戦の話も出てるんで、ここは全力でね、フィゲロアに勝ってほしいところですね。これ勝った方は、統一戦とか、もしかしたら、始まるのでしょうか。あ、ここはまだ始まりませんね。フェザー級は、まあ4団体やって、WBO のロベシ・ラミレスと IBF のルイス・アルベルト・ロペスが同じトップランクで、まあ、統一戦始まりそうになってるんですよね。そして WBA は、このリー・ウッドが、次の、試合、ジョシュア・リントンと、試合が終わったら、もう返上するとも言われてるんですよね。なので、もしかしたら WBA が、これ、空位になるかもしれませんよね。そして WBC が、まあ、フィゲロアが勝った体で考えると、ちょっと WBA が多分空位になるんではないかと思うので、まあ、普通にこれ、フィゲロアが、レイバルガスとの統一戦に勝ったとしたら、まあ、ちょうどよくというか、11月18日に、この WBC のファイナルエリミネーター、挑戦者決定戦も決まりましたね。こちらが1位のニック・ボーリ対2位のアイザック・ドグボエですね。アイザック・ドグボエはあのロベイシー・ラミレスとのタイトルマッチ以来の登場ですかね。多分。はい。こちらはもう本決定してますね。いやー、これどっち勝つでしょうね。このニック・ボール、ちょっと楽しみですね。どんな選手なのか。このあたりもちょっとね、全然見たいですね。マウリシオララはちょっともういいかなっていう感じがしますね。うん、ニックボールか。ニックボールどうなんでしょうね。いやー、これフェザー級やっぱりね、これからどんどん盛り上がっていきますよ。だから井上尚弥選手が来たら、うん、どこを狙うのでしょうか。これも本当に楽しみですよね。井上尚弥対、だからブランドン・フィゲロア。もしくはレイ・バルガスなんていうのもね、ちょっと井上尚弥選手がレイバルガスを締める、ボコボコに締めるっていうのもね、見たいですよね。いや、俺本当にレイバルガスはね、ちょっと好きになれないですよね。まあ、とにかくね、この、待ちに待ったね、WBC のフェザー級の正規チャンピオンのレイバルガスと、暫定チャンピオンのブランドン・フィゲロア、もう決まりそうですよ。いやー、一度ね、まあね、こういうの現地で見てみたいですね、こういうアメリカでね。はい。これ、いつか実現させたいと思います、こういう試合をね、生で観戦。これね、
ラスベガスもそうなんですけど、ラスベガスのビッグファイトもそうなんですけど、それも当然見たいですよ。こういうね、なんかメキシコ系のアメリカ人の多い地区での、こういうテキサスとかでのこういう試合っていうのも、うん、見たいですね。ちょっと金持ったらね、ちょっと1ヶ月とかテキサスのこういうね、サンアントニオとかに住むというのもね、実現させたいですよね。それで試合も見に行くね。いろいろ夢膨らみますね。ちょっとね、金をつかみたいです。はい。ということでね、本発表あり次第、すぐね、こちらの方でアップしていきたいと思うので、皆さん、チャンネル登録、あと、ツイッター、あ、今、X か。X じゃ、まだ、ちょっとね、ピンとこないかもしれないんで、しばらくはまあ、ツイッターでいいですかね。まあ、ツイッターと、あと、インスタグラム、フォロー、ぜひ、お待ちしております。それでは、失礼します。ありがとうございました。